のやつしかないと思う。これやっぱ入んないですね。これ値段じゃん。値段。まさか今日も YouTube 撮っていきたいと思うんですけど、下見城なんですよ。はじめまして、下見城なんです。あれですね、今日大きいですね、身長。身長88ですね。88? 逆に横には伸びいかなかったですね。縦にしかいかなかったですね。極真の人って、はい、横にすごい大きいイメージ。まともに稽古してなかったあのはい、あの稽古嫌いで。そうなんですか、はい、でもなんかすごい結果残してるっていう。いやまあでも空手に関してはちょっと、まあ、弟がいいかなり成績あるんで、はい、あの人よりかはまあ多少いいかもしれないですけど、まあ、全然上には上がいる程度ですね。はい、まあ、あのねすごい今活躍してて、いやいや兄弟で、あそうですね、はい格闘技系エンタメ番組なんであれはあれはですね格闘技かっていうとはね、はい、あの体育会 TV ぐらいの感覚で見てもらった方がいいかもしれないですけど。ああ、そうなんですね。そうね。自分そのあんまりその、まあ見ないんですけど、はい、まあその知り合いが出てたら、はい、まあ、見るっていう感じで、はい、で、あの吉木丸さんと、はい、さっきやってたんで、はい、ご兄弟っていうのを聞いたんで、はい、で見させてもらって応援したんですけど、はい、あ、ありがとうございます。ね、めっちゃ余裕っすね。なんか、いや手抜いて。前回はその次とかも考えててあれだったんですけど、今回は強いって聞いてたんで、はい、戦って普通にやったんですけど、あんま噛み合わなかったですね、はい、ああそうなんですか、はい、もっと余裕かなと思ったんですけど、はい、足を掴まれたりとか投げられたりっていうのがちょっと、はい、イレギュラーで想定してなかったんで、それでちょっと疲れちゃいましたね、はい、あそうなんですね、はい、疲れたと。練習はもう練習は結構がっつりやってたんですけど、はい、そのもうまさかの抱えられて投げられたりとか、そういう打ちつけられてこう削られるイメージがなかったんで、はい、結構しんどいですもんね。分かってればあれだったんですけど、はい、まさかまさかだったんで、はい、ポーランドさんやりますね、はい、やってきよったっすね作戦やったのかな、はい、いやすごい試合やなと思ってですね、あの今日なんですけど、はい、あの見てたら本当技術もすごい強いなと思って。いやありがとうございます。そうなんですよ、自分も海外にいて、はい、その危険な、はい、あのこととかよく、はい、海外行かれます？海外、はい、まあ、まあ海外で格闘技やってた時あるんで、アメリカとか、はい、アメリカとかってもう治安、まあ、悪いっすね、悪いっす、はい、あの夜とかね、はい、かなり悪いっすね、行ったらあかんとことか、はい、ありますね、行けないじゃないですか、はい、でも、仕方なくそのね、例えば買い物してて、はい、車で行くから、その買い物するその車駐車場までの間とか、はい、ああそうですね、はい、そことかでも結構あるじゃないですか。ありますね、変な叫んでるやつを、はいはい、で実際カメラ、ま、回してたやろとかで絡まれたりとかもあるんですけど、そのボクシング以外で、はい、まあ、百戦錬磨と思うんで、いやいやとんでもないです。そういう絡まれた時用の、はい、技術が面白いし、いけますかねそれ自分のいつもやってる、はい、やってる、はい、まあ、これまでやってきたと思うんですけど、はい、そのなんかそれを教えてほしいなと。ああどうもです。はい、いいですよ。でそれと、はい、ちょっと軽いマスクと、はい、ぜひ、はい、お願いいたします。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。どこ？だからハワイなんですけど、ハワイ、ワイキキとかでは全然ない、あのワイナエとか、あのマカハっていう UFC の選手が結構ずらっと出てる、日本、あの日本の観光雑誌には載ってない、はいはい、地域、はい、マカハ、ワイナエって、あのあとはワヒヤワっていう、もうあの低所得者だけが集まってる。ああそうなんですね。夜の8時、7時以降は出るみたいなとか、ね、ほんまや、早い、早いわ、ロスより早いかも。あの、ありましたね、あのギャングのちょうどノッショアに行く、ノッショア、あのハイウェイ降りて一丁通る小さい町に寮があって、ジムがあったんですけど、そこのノッショアに行く橋でこう人が浮いてるみたいな何回か見ましたね。はい、なんかそこの、あのワヒヤワに住んで、はい、ハイウェイ降りてため池みたいなのがあって、でそこにあの立ち入りを封鎖してるアスファルトブロックみたいなのがすごいむちゃくちゃ大きいやつが入ってて、そこの前にあの月に1回あの車がずらっと止まるんですけど、ギャングがドラッグを売りに、その山の中にはあのホームレスがいっぱい住んでて、でハワイはあのもうギャングと警察とかがみんな癒着なんで、
モストウォンテッドが普通に働いてるっていう。なるほどですね。で、次ちょっとパクるから逃げろよみたいなのとかも結構ある。ああもうそうです、癒着で待ってる国なんで、ハワイは。じゃあもうその捕まる人ももう誰か用意して。あ、そうですそうです、はい、チームメイトがモストウォンテッドだったみたいなのはもうあの何回もあります。はい、全然バーベキューもしてましたし、はいはい、後々聞けばハワイのモストウォンテッドだったおうみたいな。いかつ、いきなりいかつい話ちょっとこれ ピーがちょっと浮いてるとか何の話か分からなかったですよね。こう浮いてましたね。おー、マジっすか、はい、強烈やな。19が一番初めの時行ったんで、ちょっとまあその時強烈だったですね。なんだ俺みたいな感じだったんで。確かに10代やったらね、はい、そんな知識もそんなないやでしょ、はい、24、5歳のタイミングぐらいの時は、あの昨日まで一緒にいたチームメイトがあの死んだとか、翌日あのサモアのやつ結構柄悪いんで、サモアのやつが襲撃してもう家族全員殺したとか、そんなありましたね。あの気用なるんでしょ、そろ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 いかつ、マジっすか。あります、はい、それまあそういう、まあ、被害はなかったですか。僕はなかったですけど、まあ、仲間ってですね、だからまあ一歩もう一歩出てたら危なかったっていう。ああなるほど、はい、じゃあやっぱそのそこはやっぱ日本人やから、どこまで行ったらいいかって分からんから。そうですね、もう絶対もう本当に、はい、なんか基本ジムの上が寮だったんで、はいはい、まあ、本当にもう決まり事は絶対に守れっていう、保証ができないって言われて、もう命なくなるけど、怖っ、はい、それはほんま懸命ですね。怖いもの見たさで行ったらもう終わるかもしれない。もう終わります、はい、いやそんな世界でアメリカってほんまにいや日本ほんま平和、日本が一番いいですね。何時に誰が歩いとっても大丈夫ですからね夜中女の子普通に歩いてるもんね。そうですね、そうですね、歩いてます歩いてます。いくら日中歩いても女の子歩いてるもん、前なんかそれでないもんね。アメリカは絶対ないですね。ですよ、男でもないですもんね。ないですねもうそういうところに住んでたんです、すごいですね。ブレイキングダウンでこう喧嘩自慢っていう括りで出たんですけど、まあ、みんなその逮捕とか懲役とか、まあ、そういうのってある意味もうブレイキングダウンでお腹いっぱいのぐらいいるじゃないですか。そういうジャンルじゃない方だったんで、あんまり話すきっかけないんであれですけど、まあ、別にその真面目には生きてきてないですけど、海外でのどっちかというと経験の方が多いから、不良だとか喧嘩だ障害だ懲役ってたっていうのは、はい、はいみたいな。別にバカにはしてないけど、もうなんか聞きもういっぱい聞いてきてるんで、周りに、はい、まあ、ここも治安も、はい、そうですね、はい、海外の自分の経験に比べたら逆に自分やっぱ向こうは怖いなって思うことが多いですけど、こっちは別に、ね、その柄悪いって言われるエリアに一人で歩いてても、まあ、自分の身は守れると思いますけど、向こうだったらもう本当にもうこう死んじゃうんで。あ、結構見ました、音とか。あ、銃声は結構何回も熱いな、はい。このハワイアンとかサモアとかでもギャングいかついですもんね。そうです、結構ハワイ治安はワイキキ以外あそこには誰も別に立ち寄らないんで、そのギャングが立ち寄らない、ギャングとかは別に来ないというか、あいつらは自分のエリアから出ないんで。ああなるほど、ああギャングもそうなんですね、はい、だからそんなイメージが、そうです、はい、いいとこだよねっていう話を聞くと、うん、そうかな上から言うわけじゃないんですけど、そうなんかなっていう。はい、そうそうそう、はい、ハワイのここだけみたいな、はい、ワイキキとかやっぱ好きな人って何楽しんでれば、ワイキキとかアラモアナとか本当にあの観光雑誌で盛んにお店のあるところ、まあ、それは多分そことかやったらあれですけど、それこそもう隣のチャイナタウンで夜一人で歩けてたら、まあまあそこから危なくなってくるんで。チャイナタウンは危ないですか。チャイナタウンで一回試合チームメイトが出るって言った時はハロウィンの日だかなんかで、はいはい、僕がその横断歩道のつま先半歩出てたんですよ、はい、気づかず、はい、大阪の感覚で早く渡りたいなって、こう前、はいはい、で警察がブワーって怒ってるんですけど、何言ってるかつまらんくてでコーチが半歩下がる、お前下がらんかったら撃つぞ言われてる、ええー、違う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 、おかしいおかしい
いやいや、あの怒られるのは向こう、その向こうは横断歩道を渡ったら罰金やん、あの 赤で渡ったら。そうそう、いやから多分言ってると思うんだけど、打つのはおかしいよな。本当にだから僕分からなくて、だから多分その「ほんとみたいな感じで無視したりとか、そういうのが気に障ったんかも分かんないですね。はい、そうなんですよ、ね、見た目これやからそう、向こうもやっぱ怖いから、もう向こうの警察もすぐそんなんですもんね。そうです、すぐ点が低いですよね低いあのほんまはニュージーランドやけど、友達と遊びに来いって、夜遊びに行った時に、はい、警察が、まあ、男の子捕まえてて、はい、もう困難されて、もう痛い痛い言って護送車にバーンってこう投げられて、はい、もうでっかいこのニュージーランド人がやってて、はい、と僕の友達と似てますね、ちょっと、まあ、ちょっといかつやつやったんですけど、はい、あのそいつにどうしたんって言って、警察、まあ、夜の街だから、まあ、叫ぶのすぐ暴れるじゃないですか、はいはいはい、だからあのどうしたんって聞いたら、聞いてくるわけです、その周りにいた人に聞いたら、はい、酔っ払ったその男の子が警察にピックって言ったと、はい、歌って言ったと、それだけで腕決められて護送車にバーン掘られてそんなんすもんね、向こうの警察って。日本人が思ってる警察ではない、なんギャングの警察みたいな、なんかもうそんな感じ。いやほんまに、ほんまにそう、すごい経験してるっすね。で多分もう喋ったら多分もう朝になるぐらいでネタ持ってると思うんですけど、それはまだ次です、はいはいはい、ちょっとまだあのその、まあ、技術とか、ああどうぞです、はいはい、ちょっと教えて。いやどうぞです、よろしくお願いします。お願いします。あのそのハワイとかで、はい、まあ、もちろん外出えへんって言ってましたけど、はい、でも一応考えるじゃないですか、こう来たらこうしようみたいな、はい、もしこんなやつが来たら、はいはい、どう対応します？その基本的に自分は殴ってくるみたいなシチュエーションだったら、はいはい、もうブレイキングダウンと一緒で、はい、もう完全に組んじゃうんですよ。あ、え、柔道かなんかやってたんですか？え、やってないです。え、キックボクシングのなんだ、もう完全にもう首取って、はい、膝蹴りっていう形で、はい、で、来るんですけど、蹴ってくるってなると、はい、まあ、あの下がアスファルトっていう過程なんで、はいはい、もうその衝撃で倒したというか、なんで、なるほど、なるほど、はい、右で仮に殴られ、殴ってきたりとするとしたら、僕がまあ基本こっちなんで、あ、そうですか、はい、もうこのまま取っちゃって、はい、本当にこの状態のままここ張ってるんで、おー、横に下げるをするか、でも大体もうそれで喧嘩とかだったら、はい、みんなお腹には力入れてないんで、はい、これで大体終わるんですけど、終わらしきてますか。あとは、まあ、あのよほど悪質な場合は本当にあの金で蹴ります。悪質っていうのは自分が悪質、相手が煽ってなんかいろんなことを匂わせてくるやつ、刺すぞとか、あ、ちょっとリスキーなやつとかだったらもう動いた瞬間にも初動でも金玉蹴ります。なるほどです、なるほどです。やっぱそれが空手とか、まあ、キックしてる方が一番強い、はい、そうですね、はい、この蹴り岡本が蹴られてた昔、思いっきりそう私はこの連れ、まあまあ、一番ヤンキーやったと思うんですけど、はい、そいつが蹴られて、そいつはすごかったのはもう全くもう無表情やったんですよ。へもうで、ほんで向こうがこう、まあ、向こうちょっと絡まれ、集団で絡まれてて、はい、お前聞かんのかって向こうが言い出してもう拗ねてるから、もうこれぞみんなこうリンチされたらやばいっていうのもあって、はいはい、手出せへんかったんですよ、はい、無理やなって。小6の時に中2のやつに絡まれたんですよ、はははは、集団で。なかなか難しいっつうもうこんなんじゃないですか、実力なんか、はいはい、だからこうでもみんなちょっと頑張ってるみたいな、みたいなで、まあ、痛ないんかお前って言われて、ブソッとしたまま痛ないみたいな感じで やってたんですよ、はい。で終わってから「痛なかった?」って聞いたら「いやめっちゃ痛かった」って言って「すげえなお前」ってこうなってる時はこっちの蹴りなんですか？僕サウスポーなんで基本的にこの対面で、はい、蹴れるんで、で基本つま先、靴だったら、はい、もうつま先ごと蹴り上げる感じで、で足の甲やったら、はい、もうあの B さんとかだったらもうこの足首あたりで、はい、足首蹴り上げる、ちょっと懐に入る感じで、はい、そうです。大体みんなここから殴らないんで、はい、絶対こう来るんで、あーそうっす、素人なんで絶対にこう踏み出してこうなるじゃないですか、はい、その瞬間にもうボールシュートする感じで、
もうやってくるパンチ分かった、見切った感じで、はいはい、左って来てもらっていいですか。こう来たらこっちですか。そうですね、はい。そうですか。で、絶対格闘家じゃないとジャブ打たないんで確かに、なんで、確かに基本的にジャブは打ってこないかどうかって、それこそ格闘技されてるんで分かると思うんですけど、構えたら分かるじゃないですか。はいはい、こいつジャブ打つなとか、しないなっていうのが、はい、もうある程度なんで、最低限こっちは警戒してて、でももう大体引くじゃないですか。引いた途端にもう、ああなるほど、ああなるほど、ございます、はい、引いた途端に、はい、蹴ります。あ、そうですね。交換とかも、はい、海外ほんまおるから、いきなり殴ってくる人とか、それとかやったらこうなった瞬間にもう蹴っちゃうのが一番話早いです。あ、そうですね。これ最強やな多分何個か潰してると思うわ何玉か蹴ってる。シモンさんは何玉かちょっと言ってると思う。あとハワイの時とかは、はい、みんな B さんなんで、女性の人とかにはよくもうチンコ蹴ってピンヒールで足踏めって言ってましたね、ジムのみんなとか。なるほど。だって多分もう終わると思う。それをジムが護身術として教えとった。そうです。だからそのリーチ間違えて、こうまだ蹴れながらちょっと掴まれてるみたいな状態だと、はいはい、もうピンヒールで足を踏めと、絶対に外れる。あ、もう今想像したけど怖いわ。この今のこの仕草が、はい、ヒールやったら終わるよ、ね、うん、終わるわ。折れますね、絶対ね。穴開くかもしれんで、ね。まあラスベガスとかもかもしれないですけど、セルフディフェンスっていう、もうジムの中でボクシング、キックボクシング、MMA、セルフディフェンスみたいな、護身術っていうセットでクラスがあるんで、そのセルフディフェンスの時に来てるマダムとかをやってましたね。この練習してましたね。この練習があるんですか。はい、あ、H みたいな。そうです。だから対人でパンチ打ってきた、蹴られたとか、そこで掴まれてた、踏むとか。ああ、すごいですね。はい。まあ、ヒール履くことないけど、そのヒール履いてる人はそれ警戒してもらうな。クレイジーな女の人多いですね。向こう決まってる可能性あるんですからね。いや、ほんまに決まってる人多いね。ほんまに。もう何もしてへんがあってもね、なんかやる人多いですね。あ、じゃあそれ今までこういろいろ教えてもらってたんですよ、護身術とか、はいはいはい、いきなり教わることも多いじゃないですか、はいはい、自分大きいって言っても、はい、で、シモンスランさん全然小さいし、外国人なんかもっと大きいの、こんなん多いじゃないですか、はいはい、普通に多いじゃないですか、はい、襲われへんとかっていうの、クレジーなやつもおるしね、決まってるやつもおるし、はいはい、っていうのでいろいろ聞いてきたんですよ、今まで護身術、はい、どうするか、はい、じゃあ、吉丸選手は、はい、このここを狙うんですと。あ、もう、はい、で、ボクシンググローブやったらこんなとこ叩かれても痛くないんですけど、はい、あ、そうですね、この生の講師だとこう痛い、痛いですね、はい、っていうのを教えてもらって、はい、それいいなと思ってて、はい、他の人もいろいろ聞いてきたんですけど、はい、一番説得力があるんですね、これ言っとるね、なんか何個か言ってるね。言ってるね。そうっすね。本当っすね、じゃないですよ。本当っすね。何回か確かに蹴ったっすもんね。でもその本当に銃を持ってるかもしれないじゃないですか。みんなちっちゃいの腰に添えとるじゃないですか。あとナイフとかもジーパンのベルトの裏にスッて隠してるじゃないですか。あるんで、できる限り接近戦は避けたいですよ、自分は。はいはい、そうですね、ナイフなんか、はい、なんでもう基本的に端的に終わらせるというか、一撃で殴ってきたケースの場合はもうこれですね。実際そもそも進行蹴られてまだ納得できなくて来るやつってよっぽどいないと思うんですよね。岡本ぐらい。いや、本当にでもそうだと思うんで。確かにそうですね。大体こうなりますもんね。行ったってなると思うんで、はい、なんやねんこらと思ってる時にもう後ろ向いて走って逃げられたら多分追いつけないし、はい、もう暴行上がってたら走れないし。そうそうですね。自分はもうやって逃げろって言われてたんで。あ、ハワイで、はい、セルフディフェンスで、はい、向き合っていくと結局背丈の差とか体力の差とか、はい、結局サモアンとかとやるってなると結局一番早いのはもう蹴って一時的に戦意を喪失させて走ってる方がいいよっていう。間違いないですね、ま、説得力説得力よ実践的やね。
やってるなこれは。わかりました。自分も相手がこう構えがどっちかっていうのをしっかり見て、はい、そうですね、こうやったらこうなっての方が対面で入ってくるんで。あ、聞いたことあります。サウスポー同士でよく当たるって。はい、この軌道で前同士やったら後ろの足をそのままこっちに蹴るって結構蹴りやすいんですよ、ね、はい、へえ、あ、そうなんだ。なんでどっちに構えてても相手の目的物に向かって足蹴り上げなさいだけやったら誰でもできるから。あ、そうなんですね、はい、なんでボクサーで何もしてなかってもこっちでこう構えられましたらこうされた瞬間って絶対ここダイナミックなんで、はい、ダイナミックで蹴られた動きが絶対にこういう動作なんで、はい、それこそこんなんし始めたらもっと簡単じゃないですか。あ、そうなんですか。でもこう構えててうんぬんかんぬんもやるぞやるぞやってるんだけどもそのまんまスコーンって蹴ればいいだけなんで。あ、そうなんですね。なんで自分ブレイキングダウンに出て一番初めに練習したのが素人なんですよ。素人のパンチって見えないから。すごい。だから僕がずっとプロで練習してたのをはい、素人と練習するようになって、旗から見たらもうお前ブレイキングダウンを舐めてるとか弱いやつとやってとか自己満足言われるんですけど、ブレイキングダウンに出てる選手がプロの軌道とパンチが違うんで、だから視野を広げるためにもうこんなパンチ打ってくる素人とやらないと、結局素人の人とスパーリングした方が一発当てなさいやったら当てれるんですよ、プロに。わけわからん軌道から来るんで。その対策でずっとやってたんで、だから喧嘩の時もその一発だけが怖いんで、やってくれた瞬間にまあ初動でいく。構えてくれてたら絶対に来るパンチの軌道分かるんで蹴ることは蹴りやすい。あ、なるほど。あ、そういうことですか、はい、あ、なるほど。すげえ経験値が、経験がすごい。あとは格闘技やってる人って絶対にチンコ蹴ってくると思ってないんで、はい、確かに喧嘩の時に顔で乗されるかとか投げられるかとか、その自分のバックボーンに対することで制圧多分しにかかるんですけど、チンコ蹴ってくるはなかなかこの辞書にないというか。何回も連呼してんのかもな。確かにそうですね、そうですね。格闘技やってる人って、ま、その喧嘩慣れしてる人と、はい、してない人って分かれるじゃないですか、はい、してない人はそうでしょうね。してる人だったら何してるか、ね、一番話し合えるのが、あとはもう本当に蹴られた蹴る人とか、はい、まあ、遠い距離でミドルバンって蹴ってくる子とか、はいはい、蹴ろうとしてくる人、はい、見てんねや。一回アメリカでその時は大臣には至ってないんですけど、バーベキューの場で喧嘩になった時に蹴ってきたやつがいたんですよ、はいはい、その時はもう投げて、はい、この、はい何て言った、何て言った、ちょっと聞こえへん、聞こえへん。一番安全なのが、ちょっと蹴ってきてもらっていいですか、はいはい、こっちで、はい、こう蹴って、はい、掴んじゃって、はい、僕はこのままこれ殴るんですよ。おー、怖え。殴って、はいはい、でここ掴んでこのままやったら絶対に倒れるんで、はいはい、この状態で、はい、手をその人は、って謝ってきました。あ、そうです。喧嘩はもう絶対に急所を狙うのが一番いいんで、なんか変などうこうというよりはもう掴んでガンって殴ってたら大体それで絶対潰れるんですよ。ましてやそんなリオさんみたいなパンチ力ボクサーがあって多分これ殴ったら確定で終わるんで。で今のはこれだけ体重差あっても、はい、これが理屈が通るのはしっかり急所殴ってるんで絶対に体が軽くなるんですよ。相手がもうこういう状態になるんでむちゃくちゃ倒しやすいんですよ。ただただ持ってこうやって投げようと思ったら女の人とか自分が例えば60キロぐらいだったらリオさん絶対倒せないんですよ。でも急所ガチンって言ってたらフンってなってこういう感じになるんで、なんかそのままスッと押すだけなんで誰でも倒せるんですよ。で倒したら向こうは倒された反動で絶対掴みに来るんで、あとはもういくつかあるんですけど、いくつかあるんやけどちょっと言っていい？まず男前やんか、
男前で何回も連呼してるのがおもろいし男前でこうなるとかっていう格好もおもろいしでもその後に最高なこと言うのは収益化大丈夫いや、これはいけるんすかねいっぱいピー入れといてください。ピー入れないないや、でも確かにまあね、自分やったことないですけど、やられたことあるんですよ。はい、危ない。だってこう急所に対してのアタックからだったら体重差も関係ないっていうか、自分は多分その時70後半80ぐらいで倒したのが100キロちょっとぐらいの子だったんで、すげえな、すごい話。でも大体7割8割は喧嘩になったら殴ってくるんで、もうそんな複雑なことしなくても。ただ自分とかもそうですけど、蹴りベースの人って喧嘩になったらまずは見合って言い合ってのこの遠間の距離からこと始まるじゃないですか。罵り合うのが好きならいいですけど、僕もめんどくさいんですぐ攻撃するタイプなんで、そういう人間だったらもう掴んでチンコ攻撃しないです。また出た、これ何回目なんやろ、何回目なんやろ、これカウントしようかな。このほんと5分10分でもう20回ぐらいやってると思う。百戦錬磨 の、まあ、戦い方やな、ほんでヤンキーの戦い方よ。聞いてたら、周りの、その岡本とかその辺と同じや、戦い方が。実践、非常に実践的で。喧嘩って勝たなくていいと思うんですよ。身を守るタイミングっていうのは結局安全に帰れるのが勝ちだと思ってるんで、だからそのためには僕は全然逃げていいと思ってるんで、蹴って例えば周りが仲間を呼んでると思う可能性もあるわけじゃないですか。だったらそこでカッコつけたがゆえに仲間が来て負けたら一緒なんで、こうしても逃げる、そうですね、相手がもううわーって戦意喪失してる間に逃げるって、戦意を喪失させるまで至ればもうすぐ逃げる。なるほどです。僕はこっちベースの考えなんで、それがなかったら多分本当に目だけやられてるだけだったら、なんやねんって絶対なるんで、ただやっぱり一回攻撃されてたらうーっていう状態やから、まあ立て続けに上も下もそういうの来ると、てかその掴まれてるとか、要は自分を拘束されてるものはその間に絶対にブレイクできるから去るっていうか、別にだからアタックしてうってなってうずくまってくれるんだったらそのまま走りゃ別にそれでいいしっていう、そうですね、別にその勝つことが目的じゃなくて、はい、最後までやらなくても、ただ掴んでやってるんで、振りほどかんた瞬間にピュッて掴まれる可能性があるんで、へー、その慎重さですよね、本当に。あ、そうなんですね。殴る距離にいるから、それは掴まれるんですよね、自分は。掴まれてても、だいたい足掴まれたら片足でこう持つじゃないですか。でこれでガンってやって、これを離してくれなかったら結局逃げれないから、はい、だったら倒して、で倒したら後ろがほぼほぼがアスファルトじゃないですか。だからもう頭ドーンって打ったらそれで、ね、脳震盪になる人もいるし、そういうのを加味した上でですね。なるほど、あ、そうなんですね、そういうのも考えた上での戦術、その場を逃げるっていうか、戦わないっていう、対戦相手が、今の話を聞いてると対戦相手が外国人やから、これね、先ほど言ったこれもこれもあるかもしれないから、それはもう絶対にマストですよね。はい、はい、でも絶対向き合い続けたらバカというか、もう逃げれるタイミングを作って絶対に逃げるっていう、逃げるわかじということで、ためにある話、ただ日本人同士の喧嘩では皆さんダメですよ。逃げる、この身を守るというその護身の、ことを考えてやってるんで、向こうはこれもあったりこれもある中でのことでやってるんで、他でやってると思うんですけど、新聞社のやすさんやってると思うんですけど、皆さんやらないようにということで、今日の撮影ありがとうございました。ありがとうございました。マスマスで、金的にガードちょっと貸してもらって、そこ蹴ってもらうがいいじゃん。
昨日は、まあ、ベースボクシングで、その時に、なんか、リオさんが、ボクサーが結局、はい、打ち合ってこいだの、はい、なんか、蹴りを攻略者だの言ったとて、はい、結局蹴られるのが嫌だっていう話をしてたよっていうのを聞いたんですよ。はい、確かにそうやなと思ったんですよ。ボクサーがどこまで行っても蹴りを絶対対策しきれるわけないから無理です。それやったら確かに開き直って、はい、徹底して蹴った方が、はい、絶対自分の土俵やから負けへんよなっていう。ちょっと僕負けず嫌いあるんで、はい、別に打ち合ったのかいなぐらい思っとったんですよ、はい、でも、まあ、勝負やし1分なんで、はい、もう勝ちに徹したいわけじゃないですか、はい、本当に最後の決断をいただきました。ああ、面白いところで。はい、ありがとうございます。お願いします。ラスト20ラスト10完全にお向きじゃないですか。チンチンカップだけ蹴りました。それが一番多分重要です、ジュニアのやつしかないんで、もうこれ入んないですね。なんかこれ寝たんちゃっちゃうほんまや。これはちょっと寝たんだろうっすね。めちゃくちゃうまい。さすがだなって。ちょっとやったらやっぱ分かるもんなんですか。いや、めっちゃ強いですよね。その辺が分かんないですよね。じゃあ、多分これ3段だったら、はい、腹削られて終わってますよ。いやいや、本当に腹削られて終わってますよ。普通にボクシングもできるっすね。うまい、うん、全然違和感なかったもんね。うまい、うん、で、体幹強いのが分かる。あもう体幹強い。あ、強いです、はい、ね、そうですよね、はい、体幹強いのがこれも20秒ぐらい。はい、いや、1分お願いします。はい、やはりちょっと20秒ぐらい。20秒あったら逃げ打ちや。ちゃんと1分ありますんで3、2、1。どうす。もう目つぶった。筋的警戒。何もできへんぞ。何もできへんぞ。3、2、1。ありがとうございました。しんどい。ほんと変やった。なんでこんなしんどいっすか。毎回言ってるよね。普通の蹴り、うん、されるやん、うん、パッと見たら同じ蹴りやと思うと思うんだけど全然違う。違うんや。まだってこと全部じゃん。
ああ。もうボーってやろう。2月ですか。はい、2月に、はい。俺も入ったけど、ああ、多分もう、フルでもらったら終わってる。チョンって当たったらもうなんか怖い、めっちゃ。今までミドルは構えてるところに対しての横か前かに考えてたんですよ。はい、なんか構えてるこの相手に対して、ゴンって蹴るミドルと、はい、同じ軌道で一歩手前の、おお、あの、はいはい、腹直筋のライン目がけて三日月を蹴る、はい、ただそれこそ前蹴りっていう、はい、3つ分けだったんですけど、以前辰吉さんと食事させてもらった時に、はい、レバーって腹膜ってこう後ろまで巻いてるから、はい、ここ殴ってもレバーの効果あるぞって言われて、でパンチだけで考えてたんですよ。で実際辰吉さんに殴られて、はい、これとこれ同じ反動やって言われてから、ストレート打ってきたりとか体ねじったらあれって後ろめがけてる。おー、そうやったんですね。もう一層後ろに。へえ。日頃は絶対理屈上足巻かないんでインパクト作れないんですけど、今まではストレート来たらそこにここやったんですけど、逆にもう受け流して普段にドンって蹴るみたいな。あ、受け流して、はい、その時はもうここを完全にロックして、はい、おお、これすごい衝撃やで、今のでも2パーぐらいでしょ、ドンっていく、そのイメージで、あとは自分その人とちょっと蹴りの軌道が違うんで、普通ってこうねじり運動というかコンパスのこの動きでこういう蹴りが多い、それを教えてもらったんですね、吉村さん。それだと結局例えば僕じゃあ、はい、リオさん蹴りますねと、はい、受けてくださいねって言われたら、体がこうなった瞬間にグッて踏ん張るんですけど、僕は後ろに倒れるんですよ。そうすると理屈上顔見て戦ってるから、こういう動きとかこうなったら、やっぱこのある程度のレベルになったら選手の動きで判断するじゃないですか。でもスウェーに近いこういう動きって誰もが絶対にアンパイって思うというか、こうしてて攻めれる攻撃ってないんです。確かに確かに。ただこの明日天気に流れのこの要領を後ろ反る反動で力を蓄えてコンって蹴れば絶対に0コンマ数秒遅れるんですよ。へぇー、ここもそうやと思う。ここで戦っててこうやって蹴ろうとしたらこういう動きになるんですけど、おお、なると絶対無理、反応ここで見てたら全然違う。なんで後ろに倒れるっていう蹴りを僕は使うんで、でその時に僕三日月でやるから、あっとみたいな。ほんまにあの生意気なようですけど1秒もいらない、 0.23 秒ずれたらドーンってくるん で、あのボディを打たれるから分かると思うんですけど、遅れてくるじゃないですか、はい、それでもう勝てるタイミング、そのタイミングみたいな、こう力入れたら耐えれるけど、タイミングちょっとワンテンポでもずれてるんですよね、はい、聞き方が変わるんや、うん、ただあのいろいろやられたけど全然分かってないんだよ。なんかめっちゃ蹴られてるんだよ。ちょっと一回実際にその蹴りの圧を見たいから、なんかちょっと持って受けてもらっていい？受けない、いや俺はいいです。いや結構は全然ない。うわっ、えぐいえぐい、これ手痛いね。それをちょっと位置調整しながら、トルクがちゃいますね。トルクちゃう、そうそう、トルクが、今の20トルクあ、全然入る、もうめっちゃ痛いね。ちょっと7割ぐらいで。うわこれは強烈やわ、強烈や、これはちゃうわ。今まで来た中で一番かもしれん、これマジで、うん、そんぐらいやな、うん、結構頑張って踏ん張ったけど、あかん、あかん。K の体重やったらやっぱ無理やな、うん、あの貴重な、いやいや、とんでもないです、ありがとうございます。いただきたいなと、はい、全然ですね、ぜひ、ありがとうございます。隣です。隣で子供食堂やってます。子供食堂やってますか。はい、へえ。でも普通の子供たち入れます、ね。
普通のご飯も出します。大人の方とかの逆に普通の人の、売り上げで店を維持しつつ、子供たちをタダでっていう。どれぐらい貧困の子供でいるんですか？5人。そうですね、5人1人とか、すごいだんだん年間縮まっていってて、国によってはもう本当2人1人とか、3人1人とかになってるんですけど、ただやっぱりいろいろ問題もあって、貧しい子、来てねって言ったら来ないんですよ。ああ、ご飯ない子来てねって言ったら、親は絶対連れてこないです。なるほどなるほど、あ、その言い方の問題もあるんですね。はい、あとは誰もを受け入れてるっていう姿勢でやると、僕にも当然アンチがいるじゃないですか。アンチが例えば子供に来てこいと、子供は僕のファンだったとして、まあそれで腹を壊したって言われたら。あー、怖いですね。ですね、あとネグレクトで、親が家にいない、親が水商売で、男の子みたいな家で孤独で待って、そういう子たちの居場所にしたいんですけど、まあ、そしたら夜遅くまで子供がここにタブしてあ揚げ足取り出したら、もうネット民って何とでも取るじゃないですか。まあまあ、そうですね。そこで一応、まあ今月末までは部分的開国というか、はい、同情生から始まって同情生メインプラス同情生の兄弟、はい、でうちの道場に出稽古に来る生徒兄弟で、常連さんだったり、自分のスタッフ知り合いのご家族でその知り合いっていう自分がこの子誰って言った時にルートのたどれる子までです。いきなり突拍子もなくご飯壊してくれば親もわからないし、そうですね、住所とか電話番号とか記載してくださいって言ってやってる子供さんもいっぱいあるんですけど、そうなんですか。正直それやっても本当に気休め、あそれがあるから何なんですか、なんかお腹痛いって言われました、連絡しました、かといって問題の解決にはならないじゃないですか、はい、があるんで、ちょっとどことなくどう解決するのか答えかっていうのは難しい問題はあるんですけど、最善のこう落ちどころは何かっていうのは今ちょっと検討しながらやってる中ですね。子供も、まあ、小学校とか、はい、そういうとこを見に行ってるんじゃないですか、はい、で、まあ、来なくなった子とか、はい、片親やねんとかっていうのは、はい、子供知ってますよ、はい、その子供たちに聞くのでその子たちに聞いて、はい、片親でって言ったらちょっと気にかけておくと、はい、あそうですね、はい、で、登校拒否だったでっていう子がいたら、はい、そのまあ喋ったことある友達でやったりとか、あそうですね、親戚でやったりとか、確かにちょっと呼びかけて、はい、周りから呼びかけて、はい、ちょっと食べに行ってくださいよ的な、はい、そうですね、感じでとかっていうのはですね、いいと思います。実際その僕が確実に間違ってるなって思ってる方法は親伝いでやることなんですよ、はい、親は自分の家をいいように見せたいところか、はい、あ金ないから来てこいやっていう、はい、もう開き直っちゃってるところが、はい、これ2択でしかないんですよ、はい、そこにありがたいから助かるわっていう人はほとんどいないんですよ、はい、まあ日本人の、まあそうですね、本当にいいところもあったり悪いところもあるところでやっぱこう我慢する、そうなんですよ、本当に、恥とか、まあ、そんなとかよりも来てほしいっていう自分の、お願いお願いです、はい、まあ、来てください、お願いします。お腹を満たしてやっぱりすごい幸福感が出ると思うので、実際今来てる子たちとか親御、はい、さんっていらっしゃるんですか。わかります。だからその、人たちね、こう、まあ、作って、どんどん呼びかけていく、そうなんですよね、大切に。なので、普通に来られる、もう常連で、もう家族で、例えば、ショービシャン応援してる、ブレイキングダウンが好きだ、で、子供連れてくる人、まあ、自動的に、まあ、子供たちはただになっていく、うん、なんで、それでもう、まあ、やらしい話ですけど、子供含みで4人、5人でご飯食べても、やっぱ子供たち結構食べれば、結構なお金になるじゃないですか。うん、それが子供たちが単独で食べたものは全部排除してるんで。マジっすか。はい、まあ、その子供食堂もその時じゃだけじゃなくて、そうです、
食べに行きたい、はい、例えばこの3人プラス子供がいて、うん、子供が頼んだものを受けるっていう、そうなんですね、はい、一応でも分かりにくいんで聞いてます、はい、他はもうモラルの話になるんで、うん、お子さん何食べましたかって言われて、もう子供が全部頼んだって言ってしまえば僕らはもうそれノーカウントしますけど、うん、まあちょっとこれは僕らが掴んだんでもいいです、子供が食べたのこれですって言ってもいるし、うん、飲んだものもそうですし、という形で基本的にはもう利益は取らないですけど、はい、このまま食べてやってるんで、はい、ぜひまたいつでもぜひやらせていただきましょう。お子さん行ってる人はぜひ行ってください。子供の頼んだのは全部ならないです、全部無料なんで考えられないですね、はい、全部無料なんで、はいはい、ぜひお子さんがいらっしゃるご家族はぜひお店の足がください、概要欄に貼ってるんで、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。どうぞ、ね、いや、どうぞ、はい、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。